村さんありがとうございます。こんばんは。そう、ナイトクルージングもあります。発表された 6月じゃない8月3日。アイスありがとうございます。モバイルバッテリーが届いた。ダンボール。服部さんありがとう、ギフトありがとうございます。みきやくん、ひらさん、武田さんありがとうございます。広島発着なんかな、どこ発とか書いてる。ダンボールビリビリ。モババが届いた。タイプ C。 KM さんアイスありがとうございます。福ちゃんさん、うのむさんありがとうございます。めでたいさんアイスありがとうございます。5時50広島発。うどむさんアイスありがとうございます。公園見に行ってました。知ってるよー。はずれ。新スピカめっちゃいいよ。船いつも乗ってるけど超楽しいよ。いろんな席あるし。ウワンさんアイスありがとうございます。あかん。コーヒーさんアイスありがとうございます。申し込みます。のアイスってなんだ。あ、うどむさんアイスありがとうございます。まだ昨日のアイスあと1個残ってるんだよね。いちご食べよっかな。食べますか。お腹すいたな。めでたいさんもアイスありがとうございます。もう一度トライ。外れた。外れ。
アフター配信はまあ普通ですよ。3分間ですので、カップラーメンと同じ。どんちゃんアイスありがとうございます。ようやく開いた。ヤー君ありがとうございます。服部さん、あ、当たり、ありがとうございます。あったり、何もらえるの、当たりってポイント。スルパンさんアイスありがとうございます。ハズレです。なかなか当たらんよ。とっちゃんありがとうございます。ミキヤくん、あれ、何も出てきた、出てきた、外れ。タケルくんアイスありがとうございます。何かください。え、当たっても何ももらえんことかある。逆に何ももらえんわけ。やっほー、6連覇サランさんありがとうございます。ウドムさんアイスありがとうございます。アイス、よいしょ。バイライの広告見てきた、広島駅。今雨降ってるんじゃない。お腹空いたな、空腹です。ナイトクルージング申し込もうか考え中です。え、楽しそうじゃない。何するんだろう、楽しそうじゃない。夜の船だよ。楽しそう。ケンケンパーさんアイスありがとうございます。仕事がある。あらら、夜の船は何も見えん。いや、でも船が綺麗なんですよ。だから楽しいと思うけど。船が明るい。部屋だけ撮りました。仕事は。でもその日は愛媛の花火大会の日だから、でも距離がありすぎて見えない気するけど。福山のあきさんありがとうございます。アイス。夜景か。ユンさんアイスありがとうございます。松山行かんのかな。船松山行くじゃん。じゃけん8月3日は松山の花火でしょ。音幕は4日、まあ気にする。音幕ユンさんアイスありがとうございます。アキさんありがとうございます。
広島から広島？広島から出てぐるって回って広島に戻るってこと？こんばんは。うどむさん、アイスありがとうございます。戻る、戻らんと帰れんもんね。このままできたとか分かったら。お腹すいた。ラーメン美味しそう。3時頃にさ、夜ご飯食べたから、2時リハーサル終わった後に。私は今空腹な女です。何食べようかな。お弁当3時頃食べたんですよ。2時かな、3時かな、2時だ、3時か。ちゃんぽん麺でも作ろうかな。こんばんは。ちゃんぽん麺、それでいいや。卵あるし、ちょうど卵ある。豚肉もあるけど、豚肉って凍らせたらどんぐらい持つんかな。なんか1ヶ月前ぐらいの豚肉だけど、いけるかな。卵昨日買ったし、そろそろやばくないって。昨日買ったもん卵。そう、お米があるから昨日いっぱい買ったの。卵といろいろ。冷凍した肉ってどんぐらい持つんだろう。1ヶ月大丈夫？じゃあ使えるか。今公園から帰ってきました。おかえり。じゃあちゃんぽん麺食べよっと。ラーメンだよ。今日はね、プレゼント受け取ってきました。一人のかわいい袋から。袋がかわいい。日常使いしようかな。こうやって持って帰ってきた。ショールームのカラオケに小豆島入った。嘘、本当に。あと、これも持って帰ったんだよね。ファンクラブ3ヶ月継続したらもらえるフォトブック。届いた？みんな。3ヶ月継続してたら、申し込んだらもらえること、まあ、フォトブック。そう、届きました。アイスレモンさん、やーくん、ありがとうございます。え、小豆島入ってる。マジ？ちょっと後で見てみよう。もらったプレゼントはT シャツ、かわいい、ピンク、エスターバニーです。私が大阪で欲しかったもの。フォトブック届いてた？よかったです。かわいいウサギでしょ。今流行ってるウサギです。エスタバニウサギ。そう、ドンちゃん
ャワ、かわいい、かわいいにつけたらかわいいよね。すげえ。エスターバニーです。あ、なんか何もいなくなってる、誰もいなくなってる。ポストカード、ベキラトプスいなくなってる。かわいいポストカード、メビウスキーホルダー、ありがとうございます。エスターバニーグッズを、イエーイ、受け取りました。ありがとうございます。ポストカードちゃんもおまけ？すごい、おまけ。何円以上みたいなやつか。かわいい。ポストカード3種類あった。てか袋もかわいい、これ。これ持ってたらかわいくない？なんかかわいいね。なんかかわいい。大阪にね、ポップアップストアがあって。今、堺、なんとか、イオン。ありがとうございます。嬉しい。サファイなんとかみたいな、サファイ北だったっけ、なんだったっけ、忘れたけど、イオンです。え、小豆島入ったか見てみようと。カラオケ、本当に入ってる、すごい。小豆島、愛の重さと小豆島、すごい。選ばれし小豆島だ、選ばれし小豆島じゃん。カップリングあんまり入らんのに。ジローさん、アイスありがとうございます。自分のはついてなかった、いつ、これしかなかった。今日はまだあるかなって思ったけど、まだだった。いつ送ってくれたの。こんばんは。検閲中だね、きっと。今日小豆島でも違くない？月曜日についてるか。じゃあまだかもね、水曜だから。お見送りなっちゃん近すぎね。私のこと見てたらなっちゃんすぎるよ。近いから名前順なんでね。宗行、渡辺、まみむ、中里アナ、けんけんパーさん、アイスありがとうございます。そうね、月一カラオケの時ですね、小豆島。納豆の日だから、
日曜日についてますが2回引っかかっているので厳しく調べられています。そうなの？今検閲遅いんかな。どんちゃんのがだってと今届いてる。え、違う場所に置かれてたんかな。そんなことはないよね。検閲中だね。こんばんは。旅行諦めずに頑張りますって頑張ってください。リサーチャーさんアイスありがとうございます。金曜日お腹すいたよ。どうもさんアイスありがとうございます。月曜着、じゃあ同じぐらいか。アイスありがとうございます。みきやくんもアイスありがとうございます。まあ今日も昼行ったからね、事務所は。だからまだなんだと思うよ。今日も昼行ったから、今日の夕方とかにやってくれてるかもしれない。仕分け。峰博さん、アイスありがとうございます。アイス。お見送りで投げほっぺしようと思ったけどやめました。なんでやめたの？やめないでくださいよ。ルンゴさん、アイスありがとうございます。アイス。次は四国か。次の予定は課外活動公演、来週。広島。文吾さんアイスありがとうございます。こんばんは。みんなはご飯食べましたか？公園から帰ってきて。投げほっぺうちは持ってたら雪梨花が投げほってくれましたって。そうですよ、普通のことです。あ、お台場冒険チーカはね、見た見た。ウサギが眼帯じゃないわ、何あれつけてるやつでしょ。見た。こんばんは、原田で行きましたってなっちゃんの T シャツ着てた。ケンさんありがとうございます。帰宅途中か、お気をつけて。それは吉野家いいね。牛丼食べたい。いやでもめんどくさいから、もう今日はちゃんぽんだ。サージカルさんアイスありがとうございます。21歳と22歳。今日2列目でした。で、ちか、ラッキーちゃん
でも2期生も入った時22歳と下が、まあ、14ぐらいだったんかな、ね、それぐらいの差はあるあるですよ。ラーメン、ラーメンでも家にあるから、ラーメン、こんばんは。何食べようか迷ってます。え、家帰るの今日は。ちょっと扇風機を消しました。ミシミシね、今日公演のコール 大きかった。最後の方、しかも最後にどんどん最後。最後にかけて、サイズさん、アイスありがとうございます。あ、お休みメールを送らなきゃ。気づけた、3分前。わ、雷が鳴ってる。広島で雷聞くの2回目ぐらいかも。1回目かな、珍しい。5年目で2回目ぐらいですよ。エリックさん、アイスありがとうございます。雨すごい降ってる、やばいね。雨雲、そんな予報だったっけ。ラーメン屋さん出ようとしたら降ってた。どこのラーメン屋さん、なんてところ、美味しそうだった。どれにしよっかな、これでいいか。パソコンの説明書、エスタバニーだって。そうです、知ってるの。知ってる。ケンさん、アイスありがとうございます。送りました。水点をつけ、初めて聞いた。え、流れ川は遠、そんなとこまで歩いたの。遠いよね。ケンツーさん、アイスありがとうございます。ムーランさん、ブンゴさん、ありがとうございます。アイス、
ビでコミック連載されてる？え、雑誌買ってる？見てる？今日は珍しく車でしたって。え、車で来た？どういうこと？新幹線マジ急いできた。だからアンコール終わって、もう全部終わって最後の一曲って時に来た人がいて、来た方最後もうペダルだけ、キリキリちゃんって、その一曲ペダル前に来た方がいた。そう、なんと、ね、お仕事帰りだよ。岡山まで車で来ていたのでって、車運転するの？大阪まで帰りますって。夜行場ですか？44さん、アイスありがとうございます。ケンツーさん、ありがとうございます。車でも都会だから持ってないみたいな話してなかったっけ。MM さん、アイスありがとうございます。こんばんは。お疲れ様です。こんばんは。なんか食べ物ないかな。あ、レンタカーとか確かに固まっちゃった。アホを振ったり、キリカが見てくれたような気がしますって。見てるよ、きっと。きっとっていうか見て、青は私の色ですから。今日のポカリ、今日のお茶、こんばんは。奈良さん、アイスありがとうございます。今日のアイスは、今日は食べません。ご飯前にアイス食べない人なんですよ。ご飯後はね、全然いっぱい食べるんですけど、ご飯前は食べない。直前は、ご飯直前には食べないので、ご飯食べてから。偉くないですよ、順番、個人的なこだわりな順番です。ご飯直前は食べない。ご飯後に食べます、食後。ご飯直前にアイス食べてしまったらね、なんかご飯の口じゃなくなっちゃうから。そうです。アイスは食後。
アートです。甘いもの食べたらご飯の気分じゃなくなる。ゆんさん、アイスありがとうございます。こんばんは。夏レッスンたくさんありそうね。そうだよね、8月とかになったらいっぱいありそう。9月とか嬉しい。マラさん、アイスありがとうございます。お腹が空きすぎている。まだよね。トリケラトプスは分かんないです。トリケラトプスの今日はコメントがあんまりない。いや、いやいや。終わろうかな。知る人ぞ知る。3人のファンしか知らない。メンバーも知らない。篠原くん。わらびもちさん、アイスありがとうございます。知る人ぞ知るやつだね。どうなるでしょう。リサーチャーさん、アイスありがとうございます。今月公演は四国だけ。来週ですね。あ、四国行けないの？悲しい。それは残念。今日はポニーテールでした。ほどきましたが、早くお風呂も入りたい。固めるやつをいっぱいつけてるから。ということで終わろうかな。わらびもちさん、アイスありがとうございます。ポニーテールをほどきました。ということで団地読みます。13位、猫さん。12位、ロボリンさん。11位、ムーランさん。10位、福山のアキさん。9位、
ケンツーさん8位、ヤーくん7位、タケルくん6位、あれ理化学研究所さん5位、めでたいさん4位、やつるぱんさん3位、みきやくん2位、はっとりさん1位、うーとむさん、ありがとうございました。終わりますよ。花だれ公園ありがとうございました。お腹空いたので私はラーメン作ります。ラーメン作る。ほい、雷も鳴ってますね。おやすみなさい。まったねー。おやすみー。